ジョバンニ・ベッリーニの月瀬マネの祈り、ナショナルギャラリー所蔵。月瀬マネの祈りは、聖キルネサンスのイタリアの巨匠アンドレア・マンテーニャが1455年から1456年に制作した絵画である、テンペラが、主題は、新約聖書、マタイによる福音書26章他で語られているイエス・キリストが、オリーブ山の月瀬マネの園で行った祈りから、 取られている。マンテーニャのパドバ時代に位置する初期の作品で、現在は、ロンドンのナショナルギャラリーに所蔵されている。福音書によるとイエスは、最後の晩餐の後オリーブ山の月生真似の園を訪れた。イスカリオテのユダの裏切りと自らに待ち受ける柔軟を、知るイエスは迫り来る運命に苦しみ、目を覚まして、使徒たちに自分と一緒に祈るように頼んだ。 イエスは彼らから少し離れて立ち、神に、この酒きを通り過ぎさせてくださいと願った。しかしやがてイエスは、神の意志を認め、我が父を、どうしてもこの酒きを飲むより他に、道がないのでしたら、どうかお心通りに行われますようにと願った。イエスはこの祈りを3回言ったが、その間使徒たちは眠っていた。やがて天国からお使いが現れて、キリストに力を授け、 キリストはますます熱気を帯びた祈りを捧げた。マンテーニャは聖地エルサレムを去り、月セ真似の園で祈るキリストを描いている。キリストは教会の祭壇にも似た岩の前にひざまずき、合唱して天を見上げている。その視線の先の雲上に分けるビムたちが、キリストの受難都市の運命を示唆する十字架、柱、槍を持って現れている。しかしその十字架によって、 祈りを捧げる祭壇が完成している。キリストと共に祈るように言われた三人の死と、聖ペテロ、聖ヤコブ、聖ヨハネは、聖書の記述にあるようにすっかり眠っている。しかしその間も、キリストの運命は迫っており、エルサレムの城門は開かれて、キリストの捕獲に向かう兵士たちを、イスカリオテのユダが先導している。マンテーニャは、物語の勢いと緊張を捉えるために風景を、 用いている。マンテーニャは、興味の赴くままに古代彫刻や建築、岩を描いている。背景のエルサレムの街は、異教的な都市として描写されている。三日月をいただいた塔は、イスラム的であり、黄金の騎馬像や、円形建築のコロッセウムは古代ローマを示している。マンテーニャは、前景の赤く穏やかに侵食された岩肌と遠くの、円錐形の岩山とを対比させており、 豊かな褐色の土壌や植生はマンテーニャが自然を綿密に観察していることを示している。いくつかの場所にはウサギたちが、小川には洗礼による浄化を象徴する庭の白鷺が描かれている。使徒たちが眠る岩場に生えているのは一軸である。これはユダの裏切りを象徴している可能性がある。画面右端の木の上には黒いハゲワシが描かれている。 本作品は現在大英博物館に所蔵されているギフヤーコポ・ベリーニの素描に影響を受けて描かれたようである。さらにヤーコポの息子、ジョバンニ・ベリーニは本作品に触発されて1460年から1465年の間にゲッセマネの祈りを描いたと考えられている。どちらの絵画もナショナルギャラリーに所蔵されている。絵画は17世紀までには、 アルドブランディーニ家の所有するところとなった。その後、ローマでナポレオンのおじ、ジョゼフ・フェッシュ数奇教の膨大なコレクションに加わり、ウィリアム・カニンガムと初代ノースブルック伯爵、トマス・ベアリングのコレクションを経て、1894年に伯爵からナショナルギャラリーに売却された。ありがとうございます。